アキラです。ほほ。ジョセフィーヌです。新参者のジョルジュです。ああ、やっぱ不気味。で、ヒロシは先週のベシバシが響いて、ヒロシは休養中です。ベシバシなんて素敵ね、あなた。そうだね、お前。良い子のみんなは手加減してベシバシしようね。でも、ちょっと気持ちよかったです。いらね、あなた。そうだね、お前。皆さん、お好きですか？ ありがとうございました。また。スナコ。今ね、スナコちゃんたら着々と一流のレディに近づいてるはずよ。心配なんかナッシングよ、ナッシング。なんだってピッカピカの美少年たちと一緒に暮らしてるんですもの。ピッカピカの。 いい女になるためには、いい男との素敵なラブが不可欠だものね。ラブが、あれなの、どう聞いてる？ね、ねってば。なんか焦げ臭いけど。ラブ、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 ラ
だよな。平和ラブ。ん？どうしたユキ？なんかいる。そっか。この光景、割と最初の頃見たような。最初って？どうしたユキ？ますます見たことある光景だぞ、おい。なんかすごいのが登場しそうだな。フランケンシュタインだ。ミノタウルスだ。大怪獣だ。落ち着け。人間だ。ああ見えても人間だ。多分。なめてるのか。ランマル、お前とうとう極道の人妻に手出したのか。何それ。届けんな。どう見たってその筋の方だろ。落とし前だよ、落とし前。でもあれは去年の話で。マジに出したんかい。あのどちら様で。スナコちゃん。あ、スナコちゃん。いや、まさかスナコちゃんのパパだったとは。いやはや、なんとも。てっきりその筋の方かと思ったよ。
失礼だぞ、キョウヘイ。キョウヘイ、マイドマイド、ボスボス、ノリノリ、ボスノリノリ、ボスボス、ノリノリ、ボスノリノリ、面用な生き物。中原スナコンネとキョウヘイ様ならラブラブンヌだなどという噂の根絶するのため、広大なる中原邸のウニワンヌに変な赤チンをこねぬこねぬして作った呪われしデス人形を、無面無面ぬするですわんぬ。そのラブラブンヌの話、ん？はぁ、もっと詳しく。ラブラブンヌ、ラブラブンヌ、この男とラブラブン、謝れ強兵、とにかく謝るんだ。何をごめんなさいすればいいんだ。これ飲んだら帰ってね、父。スナコちゃん、それはないんじゃないかな。パパかわいそうだよ。いいえ、全然。スナコ。うわー、怖いよ。スナコちゃんが男だったら、ああいう感じなんだろうか。女の子でよかった。女の子、万歳。おい、スナコってば。おい、スナコやーい。ああ、ここがスナコの部屋かい。部屋入ったらいくら父でも許しません。なんだろう。だから何。スナコ、遠路はるばる転勤先のアフリカからやってきたのにこの仕打ち。アフリカ、まさか。スナコちゃん、お父さんのこと嫌いなのかな。わざわざ会いに来てくれたのに。予告なしで来るところがおばちゃんのお兄ちゃんって感じ。空から降ってこないだけマジで。スナコちゃんにも似てるかも、怖いとことか。もしかしてスナコちゃん、おばちゃんにレディじゃないことをバラされないよう気を使ってくれてるなんてことは。おお、俺たちのために。んなわけねえじゃん。分かってるよ。たまには夢見させてくれ。さて、俺はといえば風呂でも入るわ。そういえばパパさん、さっき強兵ばかり見てなかった？失礼なことを言うあいつが悪い。おお、大きいのできた、ラッキー。んで、なんだよ、俺先入るって言って。やーごわこ、な、何か。なかなかいい体つきをしておるな。なあ、中原スナコ、お前さ、あの父ちゃんの本当の子。ああ、だとすると、お前の母ちゃんと父ちゃんの子作りでお前が生まれたんだよな。そうですが、言い方は生々しすぎです。だよな、そうだよな、うん、もしや、父ちゃん両党。何わけわかんないこと。ああ、俺もよくわかんねえ。それより、何があっても私の部屋に父を入れないようにお願いします。雷、火事。父、なんだ、いつものレディーへの道。朝起きた時、君は一番に何をする。はあ、出すもん出すか。ブワーツ、レディーが便所で新聞読むんじゃねえ。目覚めたらまずコップ一杯のミネラルウォーターを飲もうね。就寝中にはたくさん汗をかいているから水分補給して潤いを保とう。それに溜まった胃液を洗い流せるからすっきりと朝ごはんが食べられるよ。レディーに胃液の話かよ。まあいいか。まだ待ってやがる。うっせ、だーそうだー。
なんだってんだよこんな朝っぱらから。屋敷の庭をマラソン20周、ウサギ跳び10周、腹筋背筋腕立て100回ずつ。はあ？何言ってんの。てか俺パジャマなんだけど。ふん、できぬか。なんなんだあの音は。すごい、だいぶすごい。どうした？な、何やってんだ。ほらまだ眠いよ。困るんだよね、睡眠時間短いと肌にツヤがなくなって。スナコちゃん、コーヒー入れてくれる？俺たちの分だけでいいから。56、57、58、59ってなんでこうなんだ。おパパさ、なんで恭平にこだわってんだろう。さあ、なんでも恭平とスナコちゃんがラブラブだって噂を聞いたらしい。なるほど、それで納得。パパ、スナコちゃんのことが心配なんだね。大迷惑です。またそう言う。水。ああ、びっくりした。すごい顔になってるぞ恭平。だ恭平、風邪ひくから脱いで脱いで。汗拭いて汗拭いて。水水。コーヒーどうぞ。ありがとうな、みんな。やっぱ命は尊いな。うるるる。お前、親父に超愛されてんじゃん。なんとかしろよ。無理です。無理ですじゃねえんだよ。死んじゃうぞ俺。死なされちゃう。私と違って父は思い込みが激しくて、切れたら誰にも止められなくて。そっくりじゃねえか。そっくりじゃありません。そっくりだよ。スナコ、熱い煎茶を一本。邪魔すんなよ。強兵のバカ。許さん。勝負だ。お手入れろ。面白い。受けて妥当じゃねえか。もうなんでこうなるの。中原家の血筋と恭平の相性って一体。ほら、スナコちゃん、喧嘩をやめてって言うんだ。二人を止めてって言いなよ。私のために争わないでって言われても止められないと。父は熊を素手で倒したことのあるお方です。またまた。それってほらあれだよね、いかに喧嘩が強いかっていう比喩でしょ。いつかの番長も言ってた、熊殺しの何々みたいなハッタリ。本当です。本当です。キョ喧嘩はやめて。参る。キャほらほら。すげえ力。なんパパ大丈夫。腰が。しょうがねえな。貴様の時に情けは受けん。おらせ。おいたわしや。無理すんなよ、歳なんだから。しかし似合わねえなこの部屋。黙れ。ひどいなら病院連れて行くけど、とりあえず湿布貼るから背中出して。なこれ、熊だ。
全然変わってねえ。スナコは本当に可愛い子だ。ああんなに愛らしい子は他におらん。どうしたスナコ、なぜ泣く？そうか、スナコはクマさんとお友達になりたいのか。こんなのと友達に。スナコ、危ない。スナコには指一本触れさせんぞ。大丈夫だよスナコ、父はな、スナコのためなら何だってできるんだ。ほら見てごらん。スナコのためなら父は何だってできるんだよ。中学の頃からか、スナコは部屋からあまり出てこなくなった。そして私とあまり話をしてくれなくなり、部屋にも入れてくれなくなってしまった。あ、それは多分。すまなかったな。君との噂を聞いて心配になったのは確かだが、本心を言えばあの子とずっと一緒にいられる君に焼いていたのかもしれん。年頃の娘には男親などうるさいだけの存在かもしれんが、こんな思いをするくらいなら妹に預けたりせず転勤先に連れて行くべきだった。あ、恭平、パパどう？かなりきつそうだったけど。ああ、大丈夫みたい。さ、洗濯洗濯。お前さ、うん、親父さん嫌いなの？いえ、別に。そうは見えないけどな。スナコ、ててやあ、ありがとう。別に父のこと嫌いじゃないから。でも部屋には入らないでね。何？おやじ、無理すんなって言ったろ。したんだね、無理。すっげえしたんだな。人体模型、内臓、脳、血しぶき、スプラッタ、ホラー、オカルト、死体、骸骨。何を言い出すの、スナコちゃん。ありとあらゆる怖いもの、父は気絶するほど嫌いなんです。だから部屋に入るなって言ったのに。あ、ほら父、多分お母さんのお迎え。え、お母さん？
どんなよ。皆さん、お騒がせしちゃって本当にごめんなさいね。いえ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 、超いいな。パパ、お姉さんに聞いたわよ。ラーブって聞いただけで日本に確かめに来ることないでしょ。ラーブ、スナコがあんな部屋に。あらやだスナコ、あの部屋パパに見せちゃったの。うん、ママがひた隠しにしてたのにしょうがないわね。あ、高野くん。高野くんだって。くん言ったな。娘よ、スナコをまっとうな子に頼む。余計なおせっかいしないの。いいでしょ、スナコの趣味なんだから。こくりこくり。でもじゃあスナコ、また今度ゆっくり来るわ。うん、美少年たちもまたね。はい、またのお越しを。よっしゃ、ほらほら、パパ行くわよ。だろー少年、頼んだぞ。変わったご両親だね。でも間違いなくスナコちゃんの親だな。ってことはスナコちゃんも成長すればあのママみたいに。ランマルはそればっかだ。いい家族だな。はい。スナコちゃん、ママのスリーサイズは？好きな食べ物は？いい加減にしろ。ママがあんだけ素敵ならスナコちゃんも大人になったら。何狙ってんのさ。俺にはノイチがいるか。え、なんか言った？いや、ママ、マイラブ。羊の皮をかぶった王子様。羊の王子？皮なんかかぶってないもん。